シテ V TV 始まりました。TV よろしくお願いします。はい、ね、今回ラーメンスクエアさんということで、スクエアさん、埼玉県小玉郡上里町にございます。後ほどこれは説明していきますが、高崎線神保原駅というところから、まあ、25分なんですけど、25分こちらですね、埼玉で最も北にある二郎系なんです。なんか北海道みたいなノリで言うけど最北端みたいな埼玉県で、ね、この辺りですね、小玉郡というのが、はい、ということで一番北にあるね、はいはい、スクエアというのがどういう意味なのか、はい、ね、四角って書いてありますけども、これですね、理由があるんです。なんですか。これあのラーメン1台2つ目第3スクエアということで、全部数字になってるんですよ、関係点。ああ、そういうことね。そう、なるほど。1、2、3、4番目ということでね、うん、5番目は五郎とか出るのかな、わかんない。めちゃめちゃ原点に戻る。五郎五郎。だから食券ですけども、ラーメン、国産豚ラーメン、辛つけ麺、もつ煮のライスということで、はい、ちょっとメニューに何か、ね、これ、見覚えありませんか。何でしょうか、ね、これは。これは後ほどね、見ていきますけども。なるほど、伏線を張って。今回おすすめの食べ方にあるトッピング、国産豚ラーメンを、もちろん選択を、して、おります。はい、どんなんが来るんかいな。ちょくどん、はい、こちらだ。うわー、えぐい、来ましたか、ニンニクマシ。豚えぐいな、これ。そうなんですよ、よくぞ気づいていただいた、うん、豚がとにかくすごいということで、はいはい、コールも可能なんですけども、はい、さらに増す場合だけはこういう野菜、豚を入れてください。なるほど、各70円で、そうそう、うん、で、豚はこれバラに見えて、実は腕肉です、これ。ちょっと巻き豚に見えますけど。あ、そうだね、腕。で、ですね、ほとんどのやつがこう単品の皿で来るんで、この形式は一体何なんでしょうということで、まだちょっと食べてみて、ということで極厚腕肉からいきましょう。これがですね、ふわっふわっ、もうメレンゲかじってるような、それはないふわさ、すごい、ね、だいぶ持ってないですね、会社の浸透度ももしもないってことでね。おー、すごい。多分ね、あんま食べられない女の子だったら、この1個でもうお腹いっぱいよと。まだ全然突入してないけど、してないけどね、言う可能性あるよ、これ。マジで。うん、小さい方だと。それぐらい強力な豚でございますが、うん、で、野菜なんですけども、はい、今回はデフォルトの野菜コール、さらに野菜増し有料券を組み合わせてる、はい、の増しと増しをね、出してるんで、結構な量が乗ってまいりました。いや、すごいよね、これね。で、しかもとんでもなく熱いんで、はい、これね、クタクタ加減も尋常じゃない。飲み込むまでの格闘がもうすごいんですよ。いや、まあ、美味しそうっすよね、めっちゃ。すごい、湯気がもう。確かにね。ね、湯気と後ろの光がね。ここが刺してる。刺してますが、こうガトツのように刺さらないと、もう、ガトツっすか、ルロン刑事。斎藤はじめはね、検索してくださいということでね。藤丸よりも、あ、そう、出てきましたね、急に出てきました。なるほどね、別皿っていうことで、ね、そうなんですよ、うん、藤丸インスパイアなんです、実はこちらのお店が。あ、そうなんです、ね、うん、なのでいろいろ似せてますけども、うん、藤丸よりもツルツル感がある印象でございました、うん、で、オーションを使用してまして、うん、普通のラーメンの3倍くらいは小麦感があるんじゃないかと。マジっすか、いう強さ、うん、凶暴っすね。まあ、一番ちょっとこうブレがある時の藤丸は超えてきてるよというぐらいの、まあ、かなりクオリティが高い。高いですよ、もちろんね。で、全部ってコールしちゃうと生姜も入っちゃうんで、苦手な方は注意してください。あ、なるほど。でですね、やや強ニンニクと生姜の強さ、これモサモサ麺を引き立ててくれるんですね。モサモサ麺引き立ててくれるかも、本当に。とにかくね、この麺量多いんで、まあ、途中で飽きないためにはですね、味の変化をどんどん楽しんじゃえよという、別皿からね、いろいろ投入してみて、で、ここでですね、出てきました豚入り油、はい、ね、ここに今回は玉ねぎを、ね、おー、なるほど、ね、入れてですね、卵も入れちゃいます。これがね、おすすめらしいんで、あ、推奨してるというか、そう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 。で、よーく、まあ、混ぜますわ、はい、ね、まあ、久しぶりにね、こうやって食べますけども、うん、これがね、極うまということでね、極うまの立体感が、立体感がやっちゃいましたが、あのスープはやや甘系のマイルドなんですけども、この返しの入った別皿油はとんでもなく濃いんで、うん、もう必須で頼んじゃおうかね。あ、なるほど、皆様も、マストでね、うん、でもこれね、あの少量ながらもほぐし系の豚も入っちゃってまして、はいはい、玉ねぎのザクザク感と生卵のとろり感、うん、組み合わさって、もう言葉はいらない、もう言葉はいらないよ、もう言葉はいらない、何回も言ってるよ、返し出た、返し出たら、しょこれば4です、はい、高めじゃないですか、4で高めです、これね、ぶっちゃけ言いますと、これ別アブラの返し強烈なんでね、あの別皿食った後に元に戻るとちょっと薄いなと感じてしまうのはもう致し方ないよね。あ、なるほどね、そうそうそう、油の基準までいっちゃってるから、だからもうあの味変は必須になっちゃうのかな。なるほど。ということで、こちらね、ギャバンブラックペッパーテーブル缶、だいぶ後半にと思
思いきや、うん、カエンペッパーでした。これなんすか、カエンペッパー。あれですよ、辛いやつ、ちょっと辛いやつ。あー、そういうこと。カイエンペッパーとも言うかな。ああ、でホワイトペッパーのゴリゴリだったし、ゴリゴリなんすか。トリプル S 級のレアアイテム。トリプル S ですよ、はあ、本当に言ったらトリプル S、 ガチャで言ったらもう一番光ってるやつよ。ああ、ここでリミットブレイク、リミットブレイクということでね、やっちゃってますけども、大いなる福音をもたらす。右手にモザイクかかってるから。いや違う違う、右手にモザイク。後ろの人がやばい表現したんじゃない、映っちゃってるから。後ろがもう映っちゃってるから。そうそうね、でファイナルのやつをね、やってみて。ごちそうさまでした。ということでね、なるほど、やっております。ありがとうございます、はい、ね。そしてね、これもうマシマシレベルなんですけども、はい、マシマシレベルはなんと奇跡の 91.7 と。90超えて、90超えてきてるんだ、はいはいはい、ね。いやー、非常に量が多くて私は満足だ。藤丸系のこうラーメンなのに、はい、昼から食べられるというか。あ、営業時間が。そうなんですよ、お昼夜どっちもやってるんで、ね、なるほど。で藤丸って全店夜からだから、うん、そう、だからもう行きたいなと思ったらもう。じゃあ昼間だったら藤丸行くよりも埼玉の北部まで行った方が早い。行った方が早いよ。なるほど。そんなお日様が沈むの待つよりも。なるほど。ということでね、スクエアさん最寄りのね、神保原駅、うん、これあの湘南新宿ラインも止まる駅なんで。あ、そうなんですか。実はじゃあなんかあの在来線乗り換えたりとかは大丈夫ってことですか、ね、そう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 。あ、まあ、間違えて神保町行かないってことだけど、序盤に気づくでしょ、都内。そこだけ気をつけていただければ。いやいや大丈夫だと思うけど、場所全然違うから気をつけてそれだけね。はい、というわけでごちそうさまです。はい、うっす。Thank you.